自分の志向大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。これでマジでセンターで次第志望で決めれる子ってほんまおらん、うん。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。わらびじゅの吉野です。はい、どうも矢田です。どうもこんにちは。こんにちは。本日の質問です。はい、次第志望ですが、周りの友達がセンターの勉強をしていて不安になります。どうしたらいいですか？次第志望なんでしょっていう感じですから、別に気にしなくていいですって感じかな。うん、センターの点数取って、センター併用であったりとかセンター利用を狙っているっていう話で、センターの勉強してないっていうのであれば、その利用を出すのであればセンターの勉強しやなあかんと思うし、出さへんっていう話で周りがセンターの勉強してるんだったら別に気にしやんでいいやんって話で、どっちもをこなしていきながらセンターでもしっかり点数を取って、次第でもしっかりと点数を取ってって、まあ言ってしまったら二刀を追うっていうところと同じやと思うので、まあ取れる子は取れると思うんですけど、その逆転合格をしていく子の多くはそのセンターも点数取るし、次第の一般でも点数取るしっていうのはかなりこうなんていうかな、求めすぎというか、もちろん求めることはいいことなんだけど、もうこの直前期になってそんなことめってられへんでしょっていうふうに思うので、センターはもう完全に捨ててしまって、僕はセンターあの次第で、合格するんだと、センターなんて一切見てないんだというぐらいの割り切った心持ちをしておかないと、結果は出えへんでしょっていうふうに思うから、やっぱ次第一本で戦ってるやつらがいっぱいいてる中で、自分がそうだと力なんて言ってる子がどうやって次第でそいつらに勝つのっていうふうに思うから、そこはもう割り切って、もう残りまだはね、あのカンカンのリセットはまだ20日ぐらいあるし、東京ね、町とかであればもうちょっとありますから、もうその期間もう一切そんなことに惑わされずに、センター受けないのであれば次第一本で頑張るという心づもりでやってほしいかなと思いますね。ちょっと、まあ、今の回答でいいじゃないですか、はい、まさにその通りなんで、はい、ちょっとこのテーマでちょっと具合は変わるんですけど、はい、センター利用入試、センター利用じゃない、センター出願で決めたい、はい、いるじゃないですか、はい、正直言うとクソなめてるやついるじゃないですか、ね、いいですね、いるじゃないですか、うん、俺そういう子でね、いい結果出したやつ見たことない、なんでかな俺、2次頑張るって言ってとりあえずセンター出しといて、でセンター結果的にいい点数だったからセンター出願で受かるんほぼ確しました、これはいますよ。そうですね、それはいますね、それはいますけど、センターで決めたいんすよね、これでマジでセンターで次第志望で決めれる子ってほんまおらん。今までのその僕たちのスタンス、これまでの動画見てきてくれたらずっと同じようなことは言ってるはずなんで、今さらね、言ったことを変えるつもりはないんで、やっぱりそうですよね、やっぱりセンターの出願で受かったらラッキー、ぐらいで思って、一般対策にもう全振り、次第志望は、もう絶対そうして、もう目の前に俺生徒って、もう何をそう言ってんねん。そんなん惑わされても何もええことないやろ。センター、じゃあ今からセンターの過去問やるって言うんか、やらへんやろ、だからもう過去問、二次の過去問、生次第の一般入試の過去問のための、課題をしっかりやって、もそのためだけの日々を過ごしてくれくれくれっていう締めでよろしかったでしょうか、はいはい、それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。よいしょ。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。